カナタ、カナタ、カナタ、大丈夫？見せろ。ごめんね、起こしちゃって。でも、すごくうなされてたから。そっか。うなされてたんだ。こっちこそごめんね、ミゼラ。心配させちゃったみたいで。俺は大丈夫だよ。もう慣れてきたから。慣れて？ブラッドシーンが進化してからね。すごく頻繁に見るようになったんだ。父さんの夢を。父さんを殺しちゃう夢を。しかも夢とは思えないくらい生々しくてさ、肉を突き刺した生々しい感触や耳にへばりつくような父さんの声、それが目覚めてからも体に残ってる感じ。それは辛いね。うん、辛い。でも、これが正しいあり方なのかもしれない。初めてブラッドシーンに目覚めた時、俺は犯した罪を後悔しないと決めた。ただいつからか、その考えが行き過ぎて、俺は、自分の罪を正当化するようになっちゃったんだと思う。悪いのは父さんで、あの時の決断は、間違いなんかじゃないってさ。命を奪った事実は変わらないのに。だから辛いのは当たり前。そういうこと？うん。罪と共に生きる。背負ったまま、逃げずに生きる。そう決めたから。いくつも悪夢を超えて、進むしかないんだよ。きっとね。あなた。